Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. はい、どうも宮本明です。今回はですね、ちょっと簡単な紹介なんですけど、このフェイユーテクさんからね提供いただいたこの Vlog ポケットですね。 Vlog ポケットを今回ねちょっとこう折りたたみ式の3つのジンバルを比較しようと思いまして、ちょっとねいろいろと触っていたんですよ。でそれでちょっとね発見したことといいますか、正直ですねこの Vlog ポケットってちょっとこう安定性に欠けるかなっていうふうにちょっと思っていたんですよね。それっていうのは結構ぐらつくというか、まあ、そんな印象があったんですよ。いろいろとこう中身を、ね、触っていくと、このモーターのね、おそらく強度だと思うんですけど、それをね、コントロールする部分がありまして、で、デフォルト、まあ、届いた時の状態では、ほぼね、モーターの力をもう極限に下げてるような状態だったんですよ。はい。っていうところで、ちょっとこう安定性というか保持力が弱いんじゃないかなというふうに思っていたんですけど、もう結局そのモーターパワーが全然上げられてない状態だったので、それが起きていたのかなというところなんですけどね。はい。で実際にそのモーターの上げ方、これね多分なかなか気づきにくい部分だと思うので、今回はねそちらを紹介したいというふうに思います。はい。ではね早速やっていきたいと思います。まずはねジンバルをのバランス調整ですね。 iPhone を今つけて、はい、これでだいたいバランスが取れました。で、電源を入れます。はい、これでね電源が今入りました。はい、こちらのね歯車のマークをタップして、でここにあるこのマークですね、こちらの部分でですね、モーターのねパワー、このチルドアクシスモーターとかパンアクシスモーターとかっていう風にあるんですけど、でデフォルトの状態がですね、これが本当にこう一番左に行ってて、モーターパワーが弱い状態ですねになっていたというところなんですよ。まあ、一旦これ弱めましょうか。一旦弱めると結構ねこうグラグラ動く感じなんですよ。でデフォルトがこういう状態だったんですよね。まあ、なのでいろんな面で普通に撮影する場面だとかでもそうですし、あとはそのモーションタイムラプスを撮るときもですね、結構なんかグラつくなという印象だったんですよ。でそのね原因がこちらになるかと思います。でこれをですねマックスまでしなくていいと思いますけど、これ、ね、真ん中ぐらいまで持っていくだけでだいぶね違うんですよ。まあ、ちょっとねその映像で伝わるかどうかわからないですけど、これが今真ん中ぐらいのねモーターパワーにした状態になるんですけど、これでいくとものすごくね安定感が増すといいますか、保持力がやっぱりね強くなっているんで、そのあたりの違いがあります。保持力を見せた方がわかりやすいかな。ちょっと下げますね。下げて保持力がこんな状態なんですよ。この状態がデフォルトでなっていたというところなんですよ。でこれを中間ぐらいに上げますと、でするとかなりねモーターパワーが強くなります。でこれでいけば本当にね映像でももう明らかに変わると思います。これぐらいのモーターパワーがないとちょっとね安定感保持力がなかったので、まあ、そのあたりの違いがここでね生まれてくるかと思います。でこれの設定っていうのは本当に気づきにくいかと思うので、だからこそ今回その3つの折りたたみジンバルの比較のね動画を作っていこうという中で、いろいろ調べながら中身をチェックしていたんですけど、それで気づいた部分なので今回ね別で紹介したいなというところでご紹介させていただきました。まあ、なので Vlog ポケットをねお使いの方はですね、今一度ねこちらをチェックしていただいて、このモーターパワーを、まあ、中間ぐらいでいいとは思うんですけど、強めることでかなりね
安定性も多分高まると思いますし、でモーションタイムラプスだとかのこの動きも明らかに変わると思います。デフォルトで真ん中にやってたらいいとは思うんですけど、かなりねモーターパワー弱かったので、まあ、こちらをね調整することをお勧めしたいと思います。はい、ではね簡単なんですけど、今回はそのフェイユーテクさんの Vlog ポケットのモーターパワーの調整のねお話をさせていただきました。はい、でね今回ねニコンの Z50 で撮影させてもらってるんですけど、今回はね 4K であえて撮っています。今までねずっとフル HD で撮っていたんですけど、 4K の 30p で撮影しているんで、まあ、どれぐらいねその映像の差があるのか。でニコン Z50 に関してはですね、4K がクロップなしで撮れるというところも、まあ、とてもねいい部分になってくるかと思うので、まあ、実際に、まあ、この後ね編集してみてどれぐらいのその差があるのか、まあソニーのね α6400 も明らかにフル HD と 4K の映像の差ってあるので、 Z50 に関してもね、フル HD と 4K の映像がどうなるのかっていうのをね楽しんでチェックしたいなというふうに思っています。はい、ちょっとね別のお話もさせてもらいましたけど、はい、以上になります。この動画が参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっていますので、よかったらフォローしてください。コメントもね気軽に残してくださいね。もしね質問等があればコメントの方にも残していただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。